今まで割とアッシュ系が多かったんですけど、ちょっとこう明るめのベージュ系のハイライトで、細さをあまりコントラストをつけすぎないハイライトを打ち出そうと考えてます。ディープネイビーアッシュ僕結構よく使うんですけども、ディープなんですけどなんか程よくオレンジ味がいい感じに消えてくれるので、それにこうベージュを混ぜて寒色に寄りすぎないぐらいのグレージュを演出させていただきました。顔周りにレイヤーカットが入っていたので、それを生かしつつ、まだまだこうくびれるヘアがすごい人気なので、サイドにボリュームを持ってきて、毛先を外はねしてくびれヘアを意識してスタイリングさせていただきました。カウンセリングで女性像をしっかりこう聞くようにしていて、そこからお肌の色とかも見て、似合わせを考えながら提案させていただいてます。